さんこんにちは、ふんさんですと。いうことで、今、緊急でね、動画回しておるんですけども、なんか、少子の方からね、おい、チーターが出たぞと。いうことで、何事かと思って、見てみたら、このワリオスタジアム、タイムアタック、なんとですね、1分39秒。世界3位が1分50秒。で、2位が、まあ、実質1位で、1位のこのね、ボムさん。1分49秒。そしてなんかね、日本のちょっと国旗つけたね、この人がね、なんか、まあ、でもあれだな。チーターって決めつけたら早いな。見て、ちゃんとね。自分の目で見て、まあ、新しい情報生まれてね。ちゃんと早いのかもしんないんで、確認しましょうか。ピンクゴールドピーチに空豆。ピンクゴールドピーチってもう全然使ってる人見たことないけど。まず、おいも、あ、いいわ。あ、やってる。あ、黒だ、みんな。逆にでも、お前なんでこんなさ、お前さ。300cc、400cc ぐらいのスピードでさ、なんで逆に1分39秒、かわいいや壁にめり込んでるし、なんでこれでお前1分39秒しか出せないんだよ、逆に。1分切ってくれよ。めっちゃブレーキ踏んでる。まあ、ブレーキに使えたらうまいか。なんで俺褒めてんだろうな。ジャンプアクションは入ってない。空中でタワーボ止めていって。はは、おいおい、なになに、裏世界行ってるけど、思いっきりもめり込んだよな。コインを見ても、なんか、じゃ、待て、コインの枚数が見たことない枚数になってる。何12枚って。最大10枚だよな。あれだな、ね、普通の 150cc の時は1枚につき 1%。最大 10% 速くなるって言われてますけど、こんだけ最高速度速かったらあれかな。その分 1% のね、速さが変わってくるから、めちゃめちゃ速くなってるのかな。これはね、水中そんなに速く感じないけど、まためり、何そのめり込みね、しゃっかりキノコ使ってるし。これでお前、まあまあ、1分39か。なんかこういうチーターはなんかちょこちょこね、マリオカードエイトラック出てるらしいんですよね。でもすぐね、運営さんがね、対応して、消すんで、皆さんも自分のね、スイッチで見たい方は、今すぐ見たらまだいるかもしれませんけど、もうね、明日、明後日になったら、いなくなってる質もあるんでね。あ、これ保存したらどうなんだ、今ダウンロードこれしたんだけどさ、放送。天井ぶつかってるし。こされたら消えるか、ちゃんと。それも。ということで最後ぶつかって1分39秒。こんなこと許されていいんでしょうかと。まあ、マリオカート通報ボタンとかないんで、まあ、僕たちはね、何もすることができないですけど、まあ、運営さんがね、まあ、すぐ消すと思いますんで、まあ、それまで待っておきましょうと。いうことで、ご視聴ありがとうございました。